こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響です。本日はちょっとスリップノットがね多めでございまして、 1,2,3,4,5,6 枚、7枚半分くらいスリップノットでございまして、はい、先日僕あのやっと胸のタトゥーが完成しまして、はいはい、ちょっとインスタグラムのストーリーに上げたんですけど、もしかしたらご存知なんですね、 7,8 人の方から、あ、スリップノットのコリーのボーカルのね、はい、コリーみたいなタトゥーだみたいなのが来ました。あ、それは実際そうなんですか。なんかこんな感じでっていう風に堀下さんに言ったんで、まあ当然ね、あのちゃんと一から絵は描き直してもらってちょっと変えてはいるんですけど、あ、はいはい、まあモチーフも変えてるし、ただなんか雰囲気的にはそんな感じで、うん、北風と太陽って形で入れまして、うん、僕はたちはあなたの方の太陽になりたいっていう感じでございますけどね。はい、まあ、ちょっともう大人なんでこう間を作る笑いってなってましたけど。はい、ということで早速いってみますので、はい、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いってみましょう。1曲目、はい、スリップノットのファーストアルバムですな、これ「Fuck It All」ってバックプリントに書いてる方でして、はい、この赤ジャンプスーツのファーストアルバムのジャケットのがフロント、はい、に載ったやつは、まあ、2パターンありますわな。そうですね、これ99やっけ。99じゃないですか。うん、これコピーだとないのか。ファーストはそんくらいのイメージですよね、はい。まあ、ただね、もうほぼ2000だと思ってください。ボディとかもスリップノット結構新しいのっていうかね、その一般的に2000頭と言われてるボディが使われてることも全然あるんで、うん、ただ本日ご紹介する、まあ、スリップノットというか基本的にグレートランド大阪っていうのはスタンプタグのものはほぼほぼ販売しないので、うん、まあ、一部ねシャーデーとか除いてですけども、うん、安く5、6000円で売られているようなスリップノットの T シャツではございませんと、うん、タグトンで、あ、ありますね、アンビルの XL でいいサイズ感です。バックポイントはかっこいいですね、はい、お願いします。お願いします。2枚目ロン T です。コピーライトもございます。2008かな、そんくらいと思うんですよね、フルデコですね。フロントプリント、はい、バックプリント両袖に入っておりまして、はい、まあこれがね、仮に2001年とか99年とかファーストアルバムとかセカンドアルバムぐらいの時期であればめっちゃ高くなると思うんですけど、うん、まあ2000真ん中ぐらいなので年代的に、まあ、そうですね、はい、まあ、大体ねスリップノットはね2008、10くらいまでかな、うちがメインとして扱ってる、うん、オールホープイズゴーンぐらいまでですね、はい、まあでもこのファースト、まあ、セカンドアイオワくらいまでは結構ほんと T シャツによって、まあ、相場いくらとか結構あるんですけど、うん、それ以降ってなってくると基本的なデザインの判断がメインになるかなっていう感じのイメージ、はい、あとまあ初期メンバーがおる間、うん、誰も亡くなってない間みたいな、うんうん、あの考え方でいいと思います。お次、これも赤ベースでいいじゃないですか。スリップノットです。メンバーが、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。おなじみの構図ですね。3人ぐらい亡くなってんのかな。3人だったかな、はい、笛さんが詳しいんですけどね、うん、まあスリップノットのこれおなじみの構図なんですよ。もう上にドンってこのフォントで入ってて、はい、メンバーいて、うん、でまあこれもね結構ピンでねバックプリントとか入ることもあるんですけど、まあこれは1枚でフロントにまとまってるデザインですね。はい、お次です。赤ジャンプスーツなのでファーストです。コピーライトは2000年、はい、バックプリントもしっかりございます。オフィシャルでございます。まああんまりスリップノットのブートってないんですけどね。ああ、だからあれか、まあ、あるっちゃあるよ。ですよね。あのジェリー・ロレンゾが前着てたあの系統のやつ。ユーロ系のブートはたまにあるんですけど、うん、アメモルのブートってあんまないような気がします、うん。一応もし初見の方いらっしゃったらあれなんですけど、後ろはねスリップノットって書いてますから、そのバーコードとか言いますけど、うん、まあそのここは一応スリップノットって文字がまあビャーって伸びてるようなまあデザインには。まあスリップノットといえば先ほどのロンにもあったこういったあのトライバルマークとバーコードっていうのがまあ両方それこそ彼らが着てるジャンプスーツつなぎにも描かれてたりだとかで、さっき響が言ったようにスリップの文字になってると、はい、いい T シャツです。これね結構球数少ないですよ。うん、少ないですね、うん、あ、ここ見ると2000なんですね、はいはい、お値段もだからあのやっぱり2000頭99です。結構高いわけですね。まあ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 、でも正直海外で買うのと同じぐらいの値段でご提供できるかなと思っております。ほんと海外高いんでよろしくお願いします。お次アイオワから2枚いきましょう。フェードしてないアイオワと
フェードしてるアイオワ、フルーツオブザルームとアンビルでボディは違いますが、共に XL でバックプリント、うん、フェードしてる方はツアーの日程が、日程場所ですね。はい、そっちがちょっと珍しいかな、うん、基本こっちの構図ですね。こっちですね、普通は、うん、こっちの構図ですね、うん、まあだからやっぱこうスリップノットはね、メンバーが多いので、さっきみたいにこう全員こうなんか一箇所にこうバーって映ってるか、うん、こういう風にこうなんかね周りを囲うように入ってたりとか、はい、結構あるある構図なんですけども、まあ、非常に着やすいデザインでおすすめです。あれはセカンドアルバム2001かな、はい、で2000年スリップノットリーダーのショーンでしたかな、はい、がフロントに描かれていて、フェスティーですね、はい、バックプリント、これはいい T シャツですよ、はい、そうですな。他のスリップノット以外のね、皆さんがお好きなバンドって言うと、レイジアゲンストマシン、ストーンテンプルパイロット、サイプレスヒル、ゴッドスマックとかですか、うん、レイジここにいますね。あ、これいい T シャツですよ、ほんと。これいいよな。これはいいっすね。いや、いいっすね。ただこのフェスの例えばフロントレイジバージョンってこれ見たことねえんだよな。あんのかな。フロントプリント作り方がいいなとは思いますけど、うん、まあそのあのデザインをね、新たにこう多分フェスのロゴとかもあったはずなんですよ。ちょっと僕そこまで調べてないんであれですけど、できたはずなんですけど、なんかこういう非常に適当な作りですからね。これ見てください、スリップノットなんで、スリップノットにフューチャーしていきますけど、7人しか映ってないですからね。6人か、切れてるんですかね。切れてるんやと思う。 この辺ですか。そう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 。ああ、いや、まあいいっすよね、この T シャツは。ショーのこと好きだったんでしょうね。こっちにも載ってますが、はい、まあそうですね、いい T シャツです。何度か入荷しておりますけど、常にすぐに売れちゃってます、うん、で次は、ローリングストーンズからブリッジトゥバビロンの、アンビル XL のグッドコンディションです。これは最近高くなってきております。去年と比べて仕入れ値、海外から仕入れる場合は倍ぐらいになってますんで、うーん、まあ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 、買ってましたっけ。いい T シャツですよ。うーん、まあ、上がってるなぁと思ってますけどね。厳密に金額までそういえば追ってなかったっすわ。ちょいジャンクなヘインズウルトラウェイトのパールジャムのチョイス。ほうほう、ちょっとごめんなさい、袖がねまくれがってましたけど、まあまあ、ちょいジャンク、ね、ちょいジャンク、ちょっと小穴があります。あ、そういうことですか。はい、あ、バックプリントは綺麗に残っております、はい、に対してフロントプリントがいい感じで剥げていて、ちょっとこなれた感じもあって、うん、いいですね。こういうとこはかっこいいですけどね。おぜひに、はい、メタリカのこれロンティー初かな、メタリカです。どうだったっけな、昔販売したことあるかも。販売したことあるようなないような。両袖にメンバーが描いたスカールが描かれておりまして、はい、これパスヘッドではないです、はい、でフロントはこのタイプね。ジャイアンツ、これは結構人気があります。で半袖がね、うん、長袖ってなるとそもそも球数が全然ないので、うん、見るのは初めての方も多いと思うんですけど、まあ、2年ぐらい前からそこそこ高かった印象です、うん、まあかっこいいんでね、はい、はい、ぜひともお願いしま す, よろしくです。お次、マルボロの、リザードが2着出しておきましょう、はい、はい、結構マルボロ T シャツはね、着丈がシビアなんですが、共にボックスシルエットでそこまで着丈が長くありません、うん、フルーツオブザルーム、それマルボロタグ、あ、マルボロタグですね。フルーツオブザルームだとちょっと着丈が長くなったりもします、はい、まあ個体によりますけどね。という中で、フェードのあまり効いていないコンディションの良い響きを持ってる方のブラックと、結構フェードが効いてる方ですね、うん、まあそうですね、うん、なんか最近はやっぱりまたね、マルボロよう売れます、結構売れちゃうんで、はい、まあまあ、2枚選んでください。はい、ということで12着ですね、はい、ご紹介させていただきました。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入が可能。夜9時から下記概要欄、オンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とクレートランド響きでした。バイバイ。